世界アジア東、アジア日本南西諸島八重山列島ハトマ島、沖縄本島と八重山諸島の一途ハトマ島は、西表島の北 5.4km に位置する八重山諸島の島である。行政区域は、沖縄県八重山郡竹富町ハトマに属し、人口は49人、面積は0.96平方キロメートル。島の船員は、隆起山五章。形状はほぼ円形で、 終焉部は平坦であるが、中央部に、ハトマ中森と呼ばれる丘陵があり、灯台が立つ。それより、北側が農地として開墾され、南側に集落がある。島内には熱帯の海浜生植物の群生が見られ、野生のヤギも生息している。土地利用は、多くが原野のままで、肉用牛の放牧も行われている。ハトマ島、東台ハトマ小中学校。 明治末期から大正期にかけて、カツオ漁が盛んで、カツオ節は名物であった。その後、海人草や角股の養殖などを経て、現在は、海草、社古貝の養殖が中心となっている。漁業で栄えた、終戦後から1950年代は、多い時には一平方キロ足らずの面積に、人口600人以上を数えるなど繁栄した。しかし、 大規模漁船による遠洋漁業の登場や、冷蔵、冷凍の技術進歩により、魚介類の輸入が増え始めたことで、小規模な島の漁業は徐々に衰退。それに伴い、島の人口も減り始める。1980年代初めに、島唯一の小学校の児童が一人だけになり、廃校の危機にさらされた際に、新類や全国各地からの離島留学制度等による、 里子引き取りなどで小学校を守ったというエピソードが森口勝によってここい沖縄古島の歳月という本にまとめられた。さらに後年、これを原案原作としてオセアキラ作の漫画光の島や日本テレビで放送されたドラマ瑠璃の島が制作された。島として登場。また主題歌のここにしか咲かない花は 小袋が実際にこの島を訪れた上で作られた。ルリの島の放映と放牧時を同じくして2006年に高速船の定期便が就航し、ハトマ島を訪れる観光客が急増した。この時期に民宿など宿泊施設や食堂がオープンするなど観光地として大いに注目されるようになった。しかし2015年頃からは従事者の高齢化や体調悪化などにより、 規模縮小や廃業を余儀なくされる宿、店舗も見られるようになっている。鳩間港かつては、鳩間島に立ち寄る定期航路は週に数本の価客線しかなく、入表島北部の上原港から要線もしくは郵便船に同乗して、鳩間島へ向かうのが一般的であった。2006年4月から、石垣港と上原港を結ぶ2社の定期旅客航路の一部が、鳩間島に寄港するようになり、 鳩と石垣間の日帰り渡航が可能となった。2009年には、糸間浜ターミナルと名付けられた旅客ターミナル及び、浮き橋が新設され、利便性が向上した。10月から3月までの間は、北寄りの季節風の影響で、海が荒れるため石垣港、鳩間港、上原港便は欠航することが多く、数日にわたって運休することもある。定期便が欠航したときは、 石垣港から、西表島大原港に渡り、送迎バスなどで、上原地区へ向かい、上原港から要線もしくは郵便船にて、鳩間島に渡ることになる。旅客船、火客船、鳩間中森やら浜いずれも、竹富町が指定する、海水浴場ではない。ありがとうございます。